はい、ということで、ケイモチさん、はじめましてということなんですけども、あなたを呼ぶと言ってからですね、僕のマシュマロが通知が止まらなくてパンクしました。すごく迷惑です。それが普通なんです。ようこそこちら側へ。本当に嫌なんだけど、消しても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 届くんだよ、マシュマロが。そうなんですよね。僕がね、本来そういうの一切触れないから、逆に、この人だったら拾ってくれるっていう逃げ道で多分行ったんじゃないかな。僕が犠牲になったってことなの？そう、そういうことになりますね。お前の代わりになったってことなの？あ、そう、湿ったチワワ、湿ったチワワのマシュマロがめちゃくちゃ来るんだよ。怖い。開くたびに湿ったチワワが上にいるの。もう本当に妖怪みたいになって。昨日はずっとマシュマロの処理をしてました、寝ないで。いやでも僕もそうですからね。時間外労働っていうのは。はい、そんなケイモチ君にはこちらです。ケイモチさんは、僕プリンという発言が有名ですが、おすすめのプリンを教えてください。すごい真顔になった、この人。ケイモチ君プリン好きなのかな？ねえな。なんだよお前。以前玉木くんがケンモチの配信を見に行った時に、ケンモチのコメント欄がめちゃくちゃに荒れていると思ったそうですね。ケンモチは他のコメント欄と比較して何か思うところはありますか、ということで。僕はこの環境で育ったんで、何でも不幸だと思わないんですけど。マシュマロのほとんどがね、僕にはだいたいさんとかくんとかちゃんとかつけてくれるんですけど、ケンモチさんはケンモチとか顎とかカスとか、なんかそういうすごい悪口で送られてくるんですよ。まあツンデレですよ、ツンデレ。好きなんですよね、みんな。ケンモチさんのこと好きだからやってるんですよね。コメント荒れてる、やだ。怖い、やだ。これ僕に対してじゃないですからね。お前だよ。このチャンネルに対して。帰れ。このリスナーは連れて帰ってくださいね。ほんとお願いだから。ここに住んでくれ。置いてかないでやめて。ここの方が雰囲気いいぞ。うち空気がいいのが売りだからやめてよ。多分ケンモチさん帰った途端に玉木ちゃんみたいな感じになるんですよ絶対。みんなやっぱ使い分けですよね。あなたのコメント欄偽物ですよ。